今回はですね、海外に興味のある方は必見ということでですね、カナダにですね、ワーキングホリデーでトリマーとして行かれる友人ですね、が動画に出てくれるっていうことでお呼びいたしました。で、日本と違う環境に行くっていうことでね、海外のペット事情とか飼い主さんはもちろん、今学生でトリマーになるために頑張られている学生さんとか、あと新人のトリマーさん、海外に将来行きたいなと思っているトリマーさんも、すごく勉強になるというか面白い話が聞けるんじゃないかなと思うので、今後ちょくちょく動画に出ていただこうと思ってるんで、よろしくお願いします。どうもご紹介いただきました、ナオトです。どうぞよろしくお願いいたします。ナオトちょっと待って、ナオピーです。ナオピーです。僕、すいません、ちょっと動画というものがね、初めてなんでちょっとあまり分かってはいません。まあご紹介いただきました通り、カナダの方にワーキングホリデーで今年の6月末、まあ、2017年ですね、6月末から、大体7月から大体それぐらいにこっちが出発して、まあ、向こう側で1年間ワーキングホリデーでトリマーとして向こうで働いてみたいと、思ってご紹介いただきました。これネームやないかい。これネームやないかい。これ使うんですか。これまずいでしょ。黒ネームやったらもう Facebook こんな絶対ダメだよ、みんな検索しちゃう。もうピーってやっとったらいいですね、後からね。もうピーって、目にもピーってやっとったらいい。一応、相性はナオピーっていうことで、紹介させていただきます。はい、僕がウェポンなんでね、ナイブなんでね、あまりいじめられるとちょっとダメなんですよね。すごい心が折れやすいんで、はい、もうまあできるだけお手柔らかに、お手柔らかに優しい目で、温かい目でこう見守っていただけたらなと思っております。はい、一応トリマー今7年目ですかね。7年目、そうですね、現場入ってからという形で、はい、7年、まあ、僕よりも長くトリマーをやられてる方はあんまりこの動画見られてる方少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、大体学生さんとか新人トリマーさんが多いんで、はい、すごい面白い話を聞けると思います。面白いのかな。もうしょうがないです。僕が知ってることをただ単に、はい、まあ海外に行くトリマーさんっていうのはまあなかなかそんなにいるなかなかいないですね。はい、僕も行こうと思ってたけど結局行けなくなっちゃった国なんで、はい、興味がある方はぜひ今後も見ていただければと思います。はい、で、まあまず自己紹介がてらにトリマーになった理由っていうのを。トリマーになった理由か。はい、トリマーになった理由、いや、ちなみになんですけど、僕今日この動画のですね、内容を僕大体何聞かれるかっていうのを全く教えてもらってない状態でのこの動画撮影なんで、トリマーになった理由、なった理由、まあ話せば長くはなります。はい、まあ、実際その小学校の時にですね、まあ3年生ぐらいの時かな、ずっとこう飼育委員会っていうのに入ってたんですけど、で、まあその飼育委員会に入ってて、初めずっと動物が好きで、で、まあ、その小学校3年生ぐらいからずっと、高校卒業までずっと書き続けてた将来の夢っていうのが、大きくなったら動物の、関係の仕事に就きたいっていうのを、ずっと書き続けてます。それはまあ証明して多分こう、ね、写真でも見せれるぐらいずっと書き続けてることなんで、で、初めはずっと、動物園の飼育員になりたかったんですね、僕。で、まあ、動物を飼育してそういうのをするのが好きだったんですけども、で、ある時にですね、小学校の5年生6年生かそれぐらいの時に、こう夏休みの、動物園の体験コーナーみたいなのがあって、仕事を裏の仕事をこうでお手伝いできるような内容のがあったんですね。で、それにちょっと応募してしたまたま当たって、で、まあ、母親に連れて行っていただいて、で、まあ、行ったんですよ。で、動物園に入りたくて、まあ、その時はまあ、作業していく上で上の人たち園長さんとかに後で質問をして、で、どうやったら動物園の飼育員になれるんですかっていうのを聞いたら、まあ、実際は公務員だから思っている動物園に行けなかったりとか、やっぱみんな好きでやってるんで、そこの動物園定年退職になるまで、まあ、抜けない方がほとんどっていうふうに聞いて。ちょっと夢が、いやでもまあでも動物に関係した仕事やったらまあ何でもなりたかったんで、で、まあそこからこうずる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 ずっとまあ動物関係言い続けて、高校生のまあ半ば後半ぐらいに専門学校、
まあ、大学には行くつもりが全くなかったんで、まあ、その専門学校を探し出したんですね。で、その専門学校を探した時にたまたまその僕が行ってた、まあ、コメ出しちゃったんですね。大阪の、まあ、大阪の、まあ、その動物関係の専門学校っていうのがあるっていうのを、いろんな方が教えていただいたりして知ったんですけど、で、まあ、それを調べていくと、その中の職種を見てると、やっぱでも犬好きだなとかって思いながら見てたんですよ。で、そしたらなんかそのトリマーの仕事、その時、まあ、今その時まで飼ってたワンちゃんがずっとスムースのワンちゃんだったり、まあ、トリミングがいわゆる必要ないようなあのワンちゃんをずっと飼ってたんで、もうその時ははっきり、ね、何のこっちゃ分かんなかったです。ただ犬の美容師、なんかかっこよくねみたいな、なんかそういうのが思ってしまって、そこからまあちょっとやってみたいな、やっぱ犬が好きだし犬の関係の仕事かな、やりたいよってなって、まあ、トリマーになろうと思って、まあ、専門学校行ったわけです。で、まあそれでそこからずる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 ずっと辞めることなく、まあ、辞めることなくっていうかこうちょろちょろね、はい、まあ、ずっと続けてるような感じですね。今はい、そんな感じです。はい、犬の美容師ってなるとね、かっこいいなって。そう、美容師ってワードがね、うん、なんかかっこいいと思ってしまって。じゃあ、はい、まあまさにそのこの動画の本題といいますか、海外、まあ行こうと思った理由、あとどこに行く予定なのかっていう話をしてもらっていいですか。わかりました。まず僕がですね、海外に行こうと思った理由っていうのが、まあ高校生時のまず修学旅行で初めて海外に行ったんですよ。で、それが、一番初めに行ったのがちょうどそれがまたカナダなんですね。で、カナダのバンクーバーと、アメリカのシアトルっていうところに行きました。で、もう海外に対してすごいこうなんていうんですかね、僕自分のおじいちゃんがすごい海外に行ってたんで、なんかそれでこう海外に対してはまあ興味はあったんですけど、実際行ったことなかったらどんな感じか分かんなかったんで、で、まあ行ってみてどんな感じなのかなって思ってちょっと不安を抱いて行ったんですけど、まあ飛行機降りてね、空港に着くじゃないですか。で、空港に着いたら匂いが違う待てよ、これなんだっつって俺日本の匂いしか知らねえぞっつって、なんだこの匂いはっていうような、まず匂いの違いで、周りを見渡したら景色が全く違う。で、まあ見ていけばもうね、日本人じゃない人ばっかりですよね。不安でいっぱい、誰この人。そんな状態がずっと続いたんですけど、その刺激がですね、帰ってきてからも忘れられなくて、刺激を求めてるんですよね。修学旅行で行った時の話。そうです、そうです、そうです。修学旅行で行った時なんですよね。で、まあそれで、まあ、刺激をもらって、いっぱいもらって帰ってきたんですよ。で、まあそれで専門学校入って、で、専門学校の海外研修っていうのがあったんですね。で、それが、アメリカのロサンゼルス、ロスですね、の方に海外研修で行く機会があって行ったんですけど、まあ、そこでもやっぱり同じような感じで空港降りたら、いや、カナダとも匂いが違うぞ、ここなんだ、みたいな。そんな感じでまた刺激をもらって、海外の犬、人とかに触れ合っていると、だんだん生きている、生きている、行ってみてえな、行きたいな、ってどうしようってなった時に、いたそのね、専門学校卒業してからとはペットショップで働いていたんですけど、トリマーとして。で、まあ、そのトリマーとして働いてたんですけど、海外に行きたい願望が強すぎて、まあ、最終ね、まあ、辞めちゃって、で、その辞めて次の職場に入る間に海外に行こう、はじめはその時半年か1年ぐらいまた行きたいなとかって思ってたんですけど、まあ、ちょっと理由があって、まあ、1ヶ月っていう形に絞って、で、1ヶ月で、まあ、行ったんですね。で、まあ、その時に選んだ国もカナダだったんですよね。あ、じゃあ1回短い期間とはいえ行ってるんですか。そうですね、1回カナダの方には、まあ、合計2回カナダには行ってますね。で、まあ、その時はカナダのバンクーバーに1ヶ月行ったんですけど、さらに刺激をもらってまた行きたくなったみたいな、ずっと繰り返して、で、まあ、今に至るような感じなんですけど、で、まあ、そのカナダで、1ヶ月行ってた時も、もうアポなしで、まあ、だいぶと失礼な話だと思うんですけど、アポなしでドアトゥードアでもうコンコンコンって、すいませんって、
英語は僕全く喋れない英語は全く喋れないそこは日本語ねもうそうですそうです最近も流行ってライフバペンぐらいしか使えないぐらい本当にもう英語はできないんで、はい、でまあそれぐらいのがねできない状態だったんですけど、まあ、いざ行ってみようと思って行ったんですけどで、まあ、向こう側であのドアトゥドアに行ってでまあその見学させてくださいっていう英語の単語だけ覚えて、それは覚えていったというか、まあ、Google の翻訳みたいなアプリを取ってたので、こう、これやまよし、言うぞみたいな、こう、こう、なんとかなんとかなんとか、私はなんとかですぐらい言って、ノーみたいな、ちょっと待ってよみたいな、まあ、どうしたい、確かにアポなしやとそうなるのが当たり前かなっていうのは、ね、まあ、礼儀的なところで言うと、お前誰やねんみたいな感じの。なるとは思います。僕やったとしても多分お前誰やねん片言の日本語でね日本海外の方が来られて片言の日本語で見学いいですかそれ言われても誰が言えるねんお前足やろってなるじゃないですか怪しい、ね、っていうのがねあったんで、うん、あのまあそんな感じであの何件も何件もずっとぐるぐる回って1ヶ月の間、はい、で回り続けた結果そのとある日本人の人が経営しているサロンであったりとかあとはまあ日本人のドクターの方がいらっしゃる動物病院であったりとかでこう見学させてもらったりとかでまああとはもうアポなしでガラスのガラス越しでこう不審者みたいにねお前誰やねんみたいな多分中ではなってたと思います変なやつ見えそうそうでそんな感じでまあ見てきた感じですねでまあそれで帰ってきてやっぱりまた来てまた行きたいなこれは無理やってなってまた行くのを決めた感じですまあなかなかだったので申し訳ないんですけ ど, なるほど、まあ、これが僕の海外に行こうと思った理由の一つ、二つ、三つ10個ぐらいは言ったと思うんですはい、もうそんな感じですなるほど、はい、じゃあ、今回とりあえず、海外に行ったこと、はい、まああるんですけど、まあ、これからワーキングホリデーですねしっかり、はい1年間、はい、海外に行かれるトリマーさんがいるということで、はい、ご紹介させていただきました、はい、で、今日の動画はここで終わりなんですけれどもまた次回海外に行くためにですね準備していることいろいろありますよねはいあります、はい、でそれを、例えば今学生さんでトリマーになるために頑張ってる学生さんえ待ってくださいえそれえ次回の動画ってことはもう一回出るってことですねもう一回もちろんえ聞いてないですよいや出てもらいますよはあ一本だけじゃないですか聞いてねえ聞いてねえぞいやバンバン出てもらいますよ聞いてねえ気になる方いっぱいいるんでやられた今日は自己紹介自己紹介だけでな自己紹介だけをと思ってましたはいということは続編続きます続編続きますよ全然もちろんいやもうぜひねじゃあまあそうやってねさんからお願いされた断りきれないっていうのをねいろんなお話聞かせてもらってるんで、はい、次回はどんなこと聞くんですか次回はちょっと軽くあ触りだけ教えておいてくださいちょっとさすがにねあのアドリブで今もかなりアドリブでやっていたんで、はい、そうですね、はい、まあそのだから今頑張ってる学生さん将来になるために頑張ってる学生さんだったりとか、はい、海外のペット事情気になる飼い主さん、はいまあいろいろ見てくださってると思うんですけれどもまあ海外に行くっていうことで、はい、そのために今準備していることですね、はい、まあそれはすごいトリマーさんだったら気になる、はい、あの海外に将来行きたいって思っている方が気になるところだと思うんで次回それを喋っていただこうかなと思っております頑張って調べるかなまあでも僕もねあの知ってること自分の知ってることしか話せないんで間違っている可能性もありますしでまあね全然違うじゃないかとか、もっと英語があるしとかいう場合もあると思いますけども、うん、まあ高い目で見てやってください、はいはいまあ、これから行くっていうことなんで、ね、はいはい、はい、ここまで言ったら行けないとは行かないとは言えないんでもうここまでやっちゃったらもう今更ね、はい、もう申請許可降りてんのに関とかはねもったいないですねはい、まあ、あと3000人が見てくれてるあのずっと僕ここピーってやってもらって今さら顔出し NG でやばいですねそれ3000人これが、
まあ、そういうことで、はい、また次回、お楽しみいただければと思います、はい、ではさようなら。チャンネル登録はここをクリック。おすすめの動画はここをクリック。